ミカちゃん、私に言いたいことがあるなら直接言いなよ。陰でこそこそと悪口言うなんて気に入らないんだけど。一体何のことですか？可愛いお嫁ちゃんがお姉さんの悪口を言うわけないじゃないですか。白髪くれても無駄よ。私はこの耳でちゃんと聞いたんだからね。私を家から追い出したいってうちの両親に頼んでいたじゃない。やっぱよりによってそれを聞いちゃった感じですか？どうして私を追い出したいのか詳しい理由までは聞こえなかったわ。でもとにかく私を邪魔に思っているみたいね。邪魔だなんてそんな、私はちょっとご両親に提案しただけですよ。ちょっとどころじゃないでしょう。ここは私の実家で私が暮らしても何も問題はないはず。むしろ急に弟夫婦が結婚を機に同居するって家にやってきて、かと思ったら次は私を追い出そうなんて、やりたい放題ね。堂々と私が邪魔だって言いなさいよ。もうせっかくこっちが気を使ってあげているのに。そういうことならじゃあ遠慮なく言わせてもらいますね。サイさんの言う通りですよ。実家暮らしのサイさんが邪魔だから追い出したかったんです。それをご両親に提案して何が悪いんですか？ついに認めたわね。はっきり言って邪魔どころかキモいんですよ。同じ家にサイさんと暮らすことがもう我慢できないんです。だから追い出そうとして何が悪いんですか？キモいですって？だってサイさんって今年で38歳のアラフォーですよね。いい年して独身で、しかも無職なんて本当にキモすぎ。親のすねかじりで暇さえあれば旅行三昧しているし、そんな人と一緒に暮らしたくないんですよ。私が独身なのは別にいいでしょ。いつ結婚しようが私の勝手なんだから。それと私は無職じゃないわ。前の会社を辞めたけど、もう次の転職先は決まっているの。ただその入社日が半年も先でね。だからそれまでちょっとした人生の夏休みを楽しんでいるだけよ。そんな言い訳私には通用しませんからね。本当は転職なんて失敗しているんでしょう。次の会社なんて決まっていないくせに。はぁ？だってサイさんは独身アラフォーパーパーでもな、そんなおばさんを雇いたい会社があるわけないでしょ。使えないおつぼれ社員だからクビになって転職先も決まらないなんて、なんだか惨めでかわいそうですね。もはや女としての人生だって終わっているし。ちょっとミカちゃん、勝手に決めつけないでよ。私はクビになったわけじゃないし、転職先だって決まっているの。アラフォーババアが強がってんじゃないわよ。そういうところがますます私の前の職場の人にそっくりだわ。え？私の前の職場にも似たような人がいたんですよね。サエさんそっくりのアラフォーおつぼねババアが、勤務歴が長いからってそれだけ偉そうなおばさんで、ムカつくから仕事ができなくて邪魔だって上層部に訴えてやったの。ありもしないミスをでっち上げてね。え？そしたらすぐにクビになって笑えたわ。噂じゃ仕事も決まらずにコンビニバイトをしているとか。なんてひどいことをしたの？ただ気に入らないっていう理由でそこまでするなんて。仕方ないでしょ。嫌いなものは嫌いなんだもん。私どんくさいおばさんが本当に大嫌いなんですよね。女を捨てていつまで経っても独身で。だから私もこの家から追い出したいってわけ？その気に入らないおつぼねおばさんにそっくりだから。私もその人と同じ独身アラフォーババアだから。その上あなたは無職ですからね。本当に見ていてムカつくんですよ。おばさんが親のすねをかじって生活してるところなんて。こないだも親におねだりして温泉旅行に連れて行ってもらって、気持ち悪すぎて吐き気がしたんですからね。それは私だってちゃんとお金を出しているわよ。むしろ温泉旅行は私が両親にプレゼントしたんだし。だからそういう嘘は私には通用しないんですよ。38歳独身で無職とかキモいから出ていけ。実家には私たち弟夫婦もいるし、もうあんたの居場所はないんだよ。私も結婚するから出ていくよ。嘘つけばば。まさか最後の最後にまでくだらない嘘をつくとはね。おつぼねババアってプライドだけは高くて困るのよね。何を言っても嘘扱いされるのね。まあいいわ。とっとと荷物をまとめて出て行きますから。私あんたの嫁に追い出されたから出て行くわね。
実家の両親のことは頼んだわよ。え、どういうこと？姉ちゃんが実家から出ていくなんて。ミカちゃんはだいぶ私のことが気に入らないみたいでね。何を言っても私を無職のおばさん扱いしてくるのよ。前の職場のおつぼに似ているらしくて、余計に私が嫌いみたい。キモいとかひどいことも言われたし、出ていくしかないわよね。ごめん姉ちゃん、でもミカのことは許してあげてよ。ミカは何も悪くないからさ。はあ？ミカさ、前の職場でおつぼね社員に嫌がらせされていたみたいなんだ。それでひどく心も傷ついて、会社に行くだけでもしんどくて、そんな人に似ている姉ちゃんを見たら複雑な気持ちになるよ。だからあまりミカのことは恨まないであげてね。だろう。あんたそれミカちゃんからそう聞いたの？職場のおつぼね社員に嫌がらせされているって。ああ、だから彼女との結婚を決めたんだよ。どんなにひどい人がいても頑張って出社している彼女を見ていたらさ、俺が彼女を守ってあげたくなったんだ。だから会社になんて行かなくていい、家庭に入って僕を支えてくださいってプロポーズしたんだ。そうだったらね。でもミカがずっと家に一人でいるのは寂しいって言うからさ、それで実家での同居を思いついたんだ。でもそしたらまだ姉ちゃんが実家暮らしなんかしていて、おつぼねババアのトラウマを思い出すのも仕方ないよな。だから素直に出て行ってくれて本当に助かるよ。だろう。お嫁さんを大事にすることはとてもいいことよ。でもさすがに今回のことは呆れるわね。いいようにミカちゃんに使われちゃって。少しは妻の本性ぐらい知っておきなさい。は？本性ってなんだよ。ミカは裏表のない素直な性格の女の子なんだぞ。今時あんな純粋で可愛い女の子なんていないんだから。純粋な子ね。まあもう私は出ていくしどうでもいいわ。でも実家の両親には迷惑をかけるんじゃないわよ。誰が迷惑なんてかけるかよ。むしろ息子夫婦と同居なんて両親も嬉しいだろう。そのうち孫もできてもっと喜んでくれるだろうな。実家のことは俺に任せてくれ。サエさん、そろそろお仕事や新しい家って決まりましたか？実家の荷物が邪魔なので早く送りたいんですけど。ごめんね、いろいろとバタついていてなかなか取りに行けなくて。でも送ってくれるならすごく助かるわ。住所教えるから段ボールにでも入れて荷物送ってもらえるかしら？それぐらいお安いご用です。じゃあどこのボロアパートに荷物を送ればいいですか？あ、でもボロすぎてたくさん送ると床が抜けちゃうかも。は？無職の独身ババアが限られる部屋なんてたかが知れていますから。どうせ風呂トイレなしのボロアパートでしょ。あんたにはぴったりのお家だわ。また勝手に決めつけるんだから。じゃあ住所送るから駅前のタワマンに送ってちょうだい。部屋番号は知られたくないからとりあえずマンション宛てでよろしくね。は？なんで駅前のタワマンに送るのよ。まさかそんなところの部屋を借りたっていうの？ねえ、せっかくの新婚生活だもの、少しぐらいいい部屋で楽しみたいわよね。はあ？新婚生活ですって？実家を出るときに言ったはずよ。結婚するから出ていくってね。それはただの強がりの嘘でしょ。サエさんに彼氏がいるとかそういう話は聞いたことないし、結婚なんてただの冗談だと思ったのに。独身アラフォーの恋バナなんて誰も興味ないでしょ。ましてや友達はともかく身内にわざわざ話すことでもないし、家族には言っていなかっただけで付き合っている人はいたんだから。そうなの？それでついに結婚することにしたの。私も彼もそれなりの年齢だし稼いでいるからね。タワマンを借りても痛くも痒くもないのよね。私もってサエさん無職でしょ。ずっとご実家でゴロゴロしていてただの無職のくせに何を言っているのよ。だからそれも何度も働いているって言っていたでしょ。前に話した通り私は転職で前の会社を辞めていただけ、半年後の入社日までのんびり過ごしていただけよ。前の会社でもそこそこいい給料もらっていたし、次の転職先はさらに年収アップして税に1000万を超えるんだから。え？年収1000万になるんですか？おとその私の倍も稼いでいるけどね。さすが大企業勤めは全然違うわ。その上本社勤務で役職もあるし、彼に負けないように私も頑張らなきゃね。嘘でしょ？しかも旦那さんはそんなに稼いがいいんですか？大企業勤めで年収数千万ってそんなの勝ち組の結婚じゃない。サエさんはアラフォーのおばさんなのに。なのになんでそんな人と結婚できるのよ。仕事関係で知り合ったのよ。
彼の会社は大手の建設業なんだけど、うちの会社と取引を始めてね、仕事の話をするうちに仲良くなったのよ。お互いに仕事に生きてきたから、いろいろと話があってね、そこから交際に発展したの。え、旦那さんって大手の建設会社なんですか？緑材木って知っているかしら。最近は建築業から範囲を広げてインテリア事業も立ち上げたんだけど。え、そこ太郎くんの職場なんですけど。え、太郎のですって？結婚を機に彼転職したんです。私が家に入るからもっと年収を上げたいって。それで大手の緑材木社に、といっても末端の子会社なんですけど。あらあら、まさかこんな偶然があるとはね。私の夫と弟が同じ系列会社だったなんて。まあでも大きい会社だし直接会うことはないでしょ。それじゃ後で荷物送っておいてよね。おい姉ちゃん、姉ちゃんの旦那が俺と同じ会社って本当なの？今すぐ名前を教えてよ。坂本浩二って名前だけど、でもどうせ知らないでしょ。同じ系列会社ってだけだし、本社だけでも数千人はいるし。嘘だろ、まさか坂本さんが姉ちゃんの旦那さんだったなんて。あれ、もしかして知り合いなの？知り合いどころか俺の今の直属の上司だよ。俺姉ちゃんの旦那さんと一緒に働いているんだよ。そうなの？今本社でインテリア事業を始めたばかりで、それでインテリアショップの立ち上げをしているんだ。俺もその立ち上げメンバーに入れてもらっているんだよ。それでそこのリーダーが坂本さんで。あらやだ、なんて偶然なのかしら。坂本さんすっごいいい人でさ、休憩中はよく一緒に雑談とかしているんだよ。それで最近結婚したとか思い切ってタワマンを借りたとか言っていて、姉ちゃんの旦那と共通点があるからもしやと思って。それで聞いてみたらまさかの本人だったってわけね。なんで結婚のことを報告してくれなかったんだよ。結婚するならちゃんと事前に紹介しておけよ。だって私はもういい年下おばさんだもの。アラフォーの姉の結婚相手なんてどうせ興味なかったでしょ。おじさんおばさんの浮かれっぷりも見たくないだろうし、だからわざわざ紹介しなかったのよ。それは最低限両親には結婚の報告はしているわ。でもその両親も私が決めた人なら誰でもいいって感じだし、両親には本当に感謝しているわ。昔から結婚を急がせることもなかったし、つかず離れずの距離で私を見守ってくれていて素敵な両親よね。でもさ、まさか俺の上司だとは思わないじゃん。こればっかりは私も知らなかったししょうがないわよね。とにかくそういうわけだから、ちょうどよくあんたの嫁に追い出されたことだし、私は夫と新婚生活を楽しむわ。サイさん、今度私とお茶でもどうですか？新婚生活ののろけとか聞かせてくださいよ。はあ、一体どういう風の吹き回しかしら。あんなに私を毛嫌いしていたくせに。私は独身で無職のアラフォーババアが嫌いなだけですので、もう結婚するし転職の誤解も解けましたし、今サイさんのことが大好きです。むしろたまに住んでいるとか憧れちゃいます。ぜひ一度遊びに行かせてください。ずいぶんとすがすがしい手のひら返しね。そんな手のひら返したなんて、ただ誤解が解けただけじゃないですか。まあ本当に渡したら勝手な思い込みばかりでごめんなさい。温泉旅行も本当にサイさんが全部出していたみたいですね。あの両親との温泉旅行ね。そろそろ私もサイさんと温泉とか行きたいな。お母さんから聞いた話じゃ結構豪華な旅館に泊まったみたいだし、私もそういうところに泊まってみたいな。なんて厚かましいのかしら。散々無職扱いしてキモいだのなんだの言っておいて。誤解も解けたし仲直り記念ってことで行きましょうよ。あ、もちろんサイさんのおごりで。私は専業主婦だからお金もないですし。はあ、でもいきなり温泉も照れちゃいますよね。だったらやっぱりまずは二人でお茶会かな。たまに遊びに行くのはいつ頃がいいですか？予定は全部サエさんに合わせますね。あんたはできんだから一生遊びに来れないわ。管理人からそう言われているのよね。なんで私ができんなんですか？しかも管理人からって、私が何をしたって言うんですか？管理人さんの心をひどく傷つけたじゃない。
でっち上げのミスを押し付けて会社から追い出して。管理人さんからも聞いたけど本当にひどい話よね。え？このマンションのオーナー兼管理人さんはミカちゃんが前の職場で追い出したおつぼねさんよ。ずっと真面目に働いてきただけなのにムカつくからって理由で若手社員のミカちゃんに嫌がらせされて退職にまで追い込まれたかわいそうなあなたの元同僚よ。え？嘘でしょ？待ってよ。なんであのババアがタワマンのオーナーなんかしているのよ。彼女コツコツと働きながら貯金や投資を頑張っていたらしくてね。独身女にとって資産は大事だからってずっとタワマンオーナーを目指していたんですって。そんな時にミカちゃんに会社を追い出されて、でも目標金額も貯まっていたから思い切って会社を辞めたみたい。そうなの？とても優しい管理人さんでね、新婚の私たちにもすごくよくしてくれたの。それに話もすごく合うし、この間二人でお茶をしてね、その時にミカちゃんの言っていたおつぼねさんだって分かったのよ。そんな何よこの偶然は。っていうかあのババアがタワーオーナーって、そんなコンビニバイトって噂はどうしたのよ。ああ、それは本当らしいわよ。管理人も飽きるから暇つぶしてバイトをしてるんですって。暇つぶしてバイトですって？そういうわけで管理人さん直々にミカちゃんは出禁リストに入ったの。もう二度と顔を見たくないって言っていたわ。そんなだから我が家でのお茶会もなしで、もちろん温泉旅行もね。それじゃ私はこれで。元気でね。その後も私は定期的に両親を誘って温泉旅行に出かけていますが、弟夫婦のことは一切誘っていません。両親に同居生活のことを聞くと、私たちの前だとまだ猫をかぶっているから扱いやすいわ。息子夫婦が同居解消しようがどうでもいいし、私たちはいつも通り暮らすだけよ、とのことです。そして私の元にミカちゃんからは必死なご機嫌取りのメッセージが来ていますが、面倒なので返信もせず全て無視しています。弟のタロウも私の夫に、俺実は義理弟なんですと挨拶したそうですが、それと会社でのことは一切関係ないから、それと妻を追い出したことは知っているからね、と言われ、それっきり気まずい空気のまま静かに仕事を頑張っているそうです。最後までご視聴いただきありがとうございました。この動画がスカッとした方は高評価ボタンを、それ以外の方は下のコメント欄でご意見をお聞かせください。チャンネル登録もよろしくお願いします。あなたの評価やコメントが今後の励みになります。また他にもあなたをスカッとさせられる動画がたくさんありますので、当チャンネル内の動画をぜひご覧になってくださいね。それでは次の動画でお会いしましょう。緑のネタ帳でした。